ご機嫌いかがですか。カタライプラザ重田舞子です。浜浦隆です。それでは早速番組を進めてまいりましょう。まずは市内で行われた出来事などをご紹介するあの街この街のコーナーです。9月25日蛍ヶ池公民館で島根県出雲市との交流イベント幻の生姜で作る生姜ご飯と簡単メニューが行われました。これは大阪国際空港の就航都市である出雲市の幻の生姜と呼ばれる出西生姜を使った調理体験を通じ就航都市の文化に触れてもらおうと開催されたものです。講師は出雲市にある道の駅湯の川の多々野英子さん。出西生姜は出雲市の出西地区でしか育たないことから幻の生姜と呼ばれており、一般的な生姜に比べると硬い繊維質がなく食感が柔らかいのが特徴です。生姜ご飯のほか、宍道湖のしじみを使ったしじみご飯など、参加者たちは楽しみながら調理を行っていました。この生姜のご飯めちゃめちゃ美味しい。しじみはやっぱりもう絶品です。最後はお茶を飲みながら休憩。休憩のことを出雲ではタバコするというそうで、参加者たちは和やかな雰囲気で出雲の話を聞きながらタバコの時間を満喫していました。私実家が出雲だそれで応募したんです。すごく懐かしく里帰りしたくなりましたね音楽が育ててくれる街の魅力を市内外に発信する豊中音楽月間の初日となった9月28日、庄内西町にある大阪音楽大学ザ・カレッジオペラハウスで豊中子ども音楽フェスティバルが開催されました。これは音楽を通じて子どもたちに喜びと感動を与え心豊かな人間性を育もうと豊中市と大阪音楽大学豊中中央ライオンズクラブが毎年開催しているものです。今回は豊中市出身の中高大学生や市内の学校の音楽クラブが出演、日頃の練習の成果を発揮して迫力のある演奏を披露しました。最後に箕面自由学園高校吹奏楽部の演奏に合わせて翼をくださいの合唱が行われました。会場には美しい音色と歌声が響き渡り、出演者、来場者が一体となって盛り上がっていました。とっても良かったです。また機会あったら来ます。以上、あの街、この街でした。豊中市議会9月定例会が9月26日に閉会しました。今回の定例会では平成26年度一般会計補正予算、航空機騒音区域に関する不均一課税制度を延長するための豊中市市税条例の一部改正及び豊中市幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員設備及び運営に関する基準を定める条例など20議案が原案通り可決されました。また委員会提出議案として意見書4件が原案通り可決されました。このほか平成25年度各経済歳入歳出決算認定、病院事業、水道事業、公共下水道事業各決算認定などについては閉会中に継続審査されることになりました。なお提案した議案のうち最終日に提案された人事議案で副市長に幼い茂木健康福祉部長を選任することが同意されました。
任期は平成30年10月13日までの4年間です。詳しくは市議会事務局議事課電話06-6858-2634までお問い合わせください。総合計画の進捗状況を示す政策評価を公表しました。豊中市は第3次総合計画後期基本計画に掲げた各施策の目標である目指すべき姿にどれだけ近づいたかを把握するため政策評価を行い、その結果を公表しました。この評価では施設の利用者数や市民意識調査結果などの数値をもとに A から D の4段階で各施策の進捗状況を評価しています。平成26年度の評価区分による総括はご覧の通りです。昨年度と比べると防災・危機管理対策の推進や市民・事業者・行政・ NPO 等のパートナーシップの構築など5施策が B 評価から A 評価に上がりました。評価の結果は企画調整室や市政情報コーナー豊中市ホームページでご覧になれます。ご覧の内容については広報豊中10月号18ページでもご確認いただけます。詳しくは企画調整室電話06-6858-2678までお問い合わせください。手島体育館競技場の利用を再開しました。屋根などの改修工事のため休館していた手島体育館競技場の利用を再開しています。ご覧の内容については広報豊中10月号51ページでもご確認いただけます。詳しくはスポーツ振興課電話06-6864-3318までお問い合わせください。以上、市政ニュースでした。続いてはまちかねくん体操をお送りします。はい、このまちかねくん体操は豊中市のキャラクターまちかねくんが体操のお兄さんお姉さんと一緒に市内のさまざまな場所で体操を行います。今回はどちらの場所で体操するのでしょうか。それではお兄さんまちかねくんお願いします。はいはい、僕たちは今北桜塚にある上下水道局に来ています。今回は上下水道局の職員の皆さんと一緒に体操したいと思います。豊中市上下水道局は他の地方公営企業の模範となる経営および運営が評価され今年7月に総務大臣表彰をもらったんだ。そんな上下水道局の職員の皆さんが体操してくれるって楽しみだね、まちかねくん。それでは早速行ってみよう。上下水道局では市民の皆様に安全安心な水道水を安定して供給するとともに下水道整備により快適で住みやすい街づくりを進めています。
今回は上下水道局の職員の皆さんと体操しました。いや、たくさん参加していただいてにぎやかでしたね。そうでしたね。まちかねくん体操はこれからも市内の各地で行っていきます。お楽しみに。それでは特集へと参りましょう。今回の特集はこんにちはから始まる誰もが住みやすい街へと題してお送りします。はい、豊中市では外国人市民をはじめさまざまな文化的背景を持った人たちが理解し合い対等な関係を築ける街づくりを進めています。では実際に外国人の皆さんはどのようなことに困っていて私たちには何ができるのでしょうか。今回の特集では外国人市民や日本人ボランティアスタッフの皆さんを取材してきました。それでは早速 VTR をご覧ください。豊中市では平成26年7月現在4584人の外国人市民が暮らしています。豊中市は今年2月多文化共生指針を策定。外国人市民をはじめさまざまな文化的背景を持った人が理解し合い対等な関係を築ける街づくりを進めています。外国から日本に来た人には日常生活に困っている人も多いそうですが外国人市民はどのようなことに困っているのでしょうか。外国人市民が地域で安心して暮らせるようさまざまな相談や支援などを実施している豊中国際交流協会職員の山根恵美さんにお話を伺いました。外国人の方が暮らされる中でよく3つの壁にぶつかるっていうふうに言われているんですね。まあ、1つが法の壁、それから言葉の壁、心の壁っていうのがあります。で、中でもやっぱ地域で暮らしていく中では、まあ、言葉の壁と心の壁っていうのが大きいのかなっていうふうに思います。言葉がわからないので、文字が読めなかったりとかっていうのもありますので、例えばその仕事を見つけようと思ってもその、求人情報がわからなかったりですとか、子育てされてる家庭だったりすると、学校から子どもがプリントをもらってきてもプリントに何が書いてあるのか読めない。あとは地域の人とやっぱりその日本語ができないということで会話ができなかったりっていうのもあります。外国人市民が地域で暮らすのに言葉の壁と心の壁があると話す山根さん。24歳でブラジルから来日した田代光恵シルバさんに話を聞いてみました。日本に来た時もありがとうしか、あとおはようはいとごめんなさいとかものでもはいありがとうあごめんなさい何でも、あとどんどんが私仕事の時は誰も日本語ポルトガル語喋らない人日本人だけでもうどんどん覚えたね。毎日一つずつの言葉覚えて、でもなんか仕事つらかったな。なんかして言ったけどわからない何かなと思って、ね、全然違うのとかで、それだんだん覚えたな毎日、うん。言葉の壁があり、来日当初は仕事が辛かったと話すシルバさん。こちらはシルバさんも参加している親子で日本語です。この教室について山根さんに話を聞きました。子育てしてるお母さんだったら皆さんそうだと思うんですけど、やっぱり小さいお子様を連れてこう外に出るっていうことがすごく大変やったりとか、子供さん連れてきたとしても子供が泣いたりとかだだこねたりとか隣でする中で落ち着いて自分も勉強できないし、どうしても子供のことが気になってしまう。せっかく妊娠中来られてても出産を機にこう足が途絶えてしまうような方がたくさんいらっしゃったんです。もっと地域の中にそういう活動の拠点を作ったらいいんじゃないかっていうことで、市内の今3カ所の図書館の中で、親子で日本語という外国人の、特に、お母さんですねと子どもを対象にした、日本語の、活動をやっています。とやっぱりその子育て中のお母さんは子育てしていることにすごく悩みとかストレスを抱えていて、
特に外国人のお母さんはその悩みを誰に言ったらいいのかとか、何か欲しい情報があっても誰に聞いたらいいのかがわからないっていうのがあるので、同じ立場の子育て中のお母さんがボランティアに入っていただくことで、同じ立場で悩みを共有したりとか、いろんな情報も交換しやすいということで、日本人の子育て中のお母さんに限定させていただいてます。あと、まあ図書館でやってるっていうのはすごく全国的に見てもあの特徴的な活動で、図書館っていうのは公共施設の中でもすごくその敷居が低くて、まあ、外国人の方であってもこう立ち寄りやすい場所なんです。でそこでまあ活動するっていうことで、公共の場にやっぱり外国人の人もいてもいいんだよっていう意味もありますし、特に豊中市は子どもの読書をこう推進していこうっていう活動が活発なので、外国にルーツを持つ子どもたちにとっての、まあがまあ絵本とこう触れ合ったりですとか、絵本の読み聞かせを図書館の司書さんにやってもらうということで、子どもたちの読書環境も改善されるし、お母さんにとってもあこの読み聞かせを自分の母語でできるっていう利点もあるので、図書館でやってる意味っていうのはすごく大きいなと思います。毎週火曜日に開かれている親子で日本語、参加者に話を聞きました。娘が生まれて3ヶ月ぐらいの時に赤ちゃんと一緒に出かけられる場所が欲しくて、豊中市のホームページで調べて来させてもらいました。すごくフレンドリーで、外国に住まれたボランティアさんも多いですので、すごく私の日本に住む気持ち理解してもらっているように感じますし、で全然硬くなくて、お茶をしながら子どもが国境を越えて遊んだりできて、すごく嬉しいです。子供を産んでから、私普段は二人きりで友達あんまりいなくて、ちょっとこのままいたら子供に、ダメだと思いましたから、インターネットで調べると、あこの近くの省内、親子日本語がありましたから来て、ま、いました。ここはなんかね、すごくなんかね、友達のような感じで、そして困ることがあればね、丁寧に、教えていただいて、すごくいい感じだと思います。参加者と同じ子育て中のボランティア、田中玲子さん。田中さんがこの活動に参加したきっかけは何だったのでしょうか。私は大阪に引っ越してきて、で、まあ、自分も自身友達が作りたかったっていうのもありますし、でその大阪に来る前に家の都合でタイのバンコクに住んでた時に、やっぱりそこで友達、同じ子育てをしてる友達っていう存在がすごい大きかったん でそういうボランティアがあるっていうのを引っ越してきてすぐに、まあ、知って、でしかもその自分も子連れでもボランティアに参加できるっていうのが行きやすいと思って、なんか子供を置いて行かなきゃいけないとかじゃなくて、その時まだちっちゃい子がいたんで、それでも自分もなんか役に立てるかなと思って参加したんですけれども、人と人の、つながりっていうのが、なんかこう経験とか何かを得たっていうより、いろんな考え方の人と出会えたっていうのがお互いに大きいかなと思います。教室での出会いは互いにかけがえのないものとなっているようですね。豊中国際交流センターでは、親子で日本語の他にも様々な日本語教室を開催しています。どの教室も地域の外国人市民とボランティアが出会い、生活に必要な日本語を楽しく学んでもらっています。外国の人、時間作ってね、勉強して方がすごいプラスになります。日本人の人々と会話とかいろんな話できるようになります。私が子供一人いてるので幼稚園に行ってますんです。そしたら私もたくさん勉強しないといけないと思っているので、子どものために日本人と一緒同じレベルで喋りたいです。日本語
僕は今日本語の勉強 の、 漢字の今一番チャレンジが私にだから漢字の勉強が今一番してますね、はい、皆さんやっぱり同じ一人の人間として日本の中に生きて生活をしていらっしゃる違いっていうのはすごく豊かなことなので、違うことでまた新たにいろんなことが生まれてきたりとかこの豊中もいろんな違いをこう認める中でもっとすごくいい街になっていくと思うのでやっぱり地域に暮らす同じ住民として、こう地域を作っていったりとか住みやすい街を作る地域として見ていただきたいなと思うんです。日本がとても楽しく面白いから国だから絶対家に出ていろいろ覚える方が楽しい。日本語もわからなくても漢字もわからなくても絶対日本に暮らすね暮らしてるからもう楽しいにしないと日本人の友達もつけてください。すごい日本やっぱり面白い国やからな、うん、外国人は日本にはそんなに多くないんですけれども本当に私たちも自分の国から遠く離れて笑顔だけでも片言の英語だけでも喋ってもらえるとすごく日本での生活に助かりますので怖がらないで自分の中学でも高校でも大学でも学んだ英語で喋ってみてもらえたらいいと思いますしでもしかしてその方日本語できるかもしれないので、まあ、聞いてあげてもらえたら嬉しいです。はい、VTR ご覧いただきましたが重田さんいかがでしたか。やっぱり誰もが住みやすい環境というと人とのつながりや関わり合いというのが一番大事だなと改めて V を見ても思いましたのでそういう場所がたくさんあるととても嬉しいですよね。そうですね、 VTR の中でもありましたけどやはりこんにちはから始まると、うん、人の付き合いが大事ということですの で、 そうです、ね、はい、これから皆さんこんにちはからぜひ人付き合い始めてもらえればと思います。はい、特集でもご紹介しましたが豊中国際交流センターでは外国人市民に対する相談支援や国際理解推進のイベントを実施しています。また外国人市民と交流を深めたいという日本人の皆さんも積極的に活用してください。子育て世代以外の人たちが参加できるイベントもたくさんあります。詳しくは豊中国際交流センター電話 06-6843-4343 までお問い合わせください。今回の特集はこんにちはから始まる誰もが住みやすい街へと題してお送りしました。続いては豊中市からのお知らせです。住宅フェア住まいの9つの不安無料相談会を開催します。日時は10月20日月曜日と21日火曜日の午前10時から午後4時まで会場は中桜塚の市役所第二庁舎です。ユニバーサルデザイン推進協会による省エネ、耐震、バリアフリーなどに関する無料相談会国や市の住宅関連の補助金に関する相談と事例展示高齢者ホーム支援ネットによる遺言相続相談を行います。問い合わせはまちづくり総務室電話 06-6858-2741 へお願いします。皆様のご来場お待ちしております。具体時間祭りを開催します。日時は10月25日土曜日午前10時から午後3時まで会場は北桜塚の生活情報センター暮らし館です。豊中産の野菜、トヨッピー、竹炭、ネパールの布製品などの有料配布とぜんざいなど食のコーナーは売り切れ次第終了します。ぐるっとラリーの先着300人には景品をプレゼント、折り紙、昔遊びなどを体験する遊ぼう、作ろうコーナーもあります。コーラスやマジック、寸劇、ダンスなど楽しむ触れ合いステージは
午後0時30分から。このほか、ご持参いただいた体重計などを診断する家庭用計量器無料診断もあります。問い合わせは生活情報センター倉敷館、電話は06-6858-5060へお願いします。皆さんのご来館をお待ちしております。日時は10月24日金曜日から26日日曜日まで。時間は午前10時から午後5時まで。26日は午後4時までです。会場は曽根東野町の中央公民館。登録グループによる作品展示と販売、活動発表、体験講習会、沖縄物産展などでお楽しみいただけます。24日は琉球舞踊紅型染めの体験講習会、26日は子ども縁日や子ども日舞発表会を行います。また午後6時からはダンスの夕べを開きます。問い合わせは中央公民館、電話06-6866-0555へお願いします。まちづくりセミナーを開催します。複数の用途地域が存在する地区でのまちづくりルールをテーマに、有空間工房代表取締役野崎隆一さんにお話しいただきます。日時は10月30日木曜日午後6時30分から午後8時30分まで。会場は北桜塚の倉敷館です。定員は50人、手話通訳があります。10月29日水曜日までにまちづくり総務室へ電話、ファックス、ホームページからお申し込みください。問い合わせはまちづくり総務室、電話06-6858-2198へお願いします。保育をご希望の場合、10月23日木曜日までに申し込んでください。皆さんのご参加お待ちしております。ここで豊中市からのお知らせです。市役所の保険や税の職員を名乗り、保険料の還付金を振り込むといって ATM に誘導しお金を振り込ませる、いわゆる還付金詐欺が発生しています。これまでと違い、銀行の ATM ではなくコンビニエンスストアの ATM で操作をさせるのが特徴となっています。市の還付金を銀行やコンビニエンスストアの ATM で還付することはありません。ご注意ください。番組では皆様からのご意見、ご感想などもお待ちしております。豊中市役所広報広聴課、電話06-6858-2028までどしどしお寄せください。また番組はインターネットでもご覧いただけます。豊中市のホームページからカタレイプラザと検索してみてください。次回は10月21日から新しい内容でお送りします。今回はこの辺で失礼いたします。さよなら。さよなら。